パイゴーポーカーとは中国のハイキューというドミノに似たパイを使用して行うゲームをトランプで行うように本案したギャンブルゲームの一種である。ポーカーをモチーフとしてはいるが通常のポーカーのように客同士が対抗するのではなく客と同元が対抗する。関東語のキューの発音も英語のガウもゴーよりガウに近い。したがってパイガウポーカーあるいは パイガオポーカーと呼ばれることもある。ゲームは1組52枚のトランプカードにジョーカー1枚を加えた全53枚のカードで行う。ジョーカーは5枚目の A として使用するか、またはストレート、もしくはフラッシュを成立させるワイルドカードとして使用できるが、ペア、もしくはスリーオブアカインド、もしくはフルハウスを成立させるワイルドカードとしては使用できない。プレイヤーとディーラーには それぞれ7枚ずつのカードが伏せて配られる。プレイヤーは配られたカードを見て、ハイハンドと呼ばれる5枚と、ローハンドと呼ばれる2枚の手の2つに分け、テーブル上の所定の場所に伏せておく。この時、ハイハンドは必ず、ローハンドよりも高いランクの手でなくてはならない。これを誤るとファールとなり、後の結果判定時に即座に負けとなる。なお、カジノによっては、 ハイハンド、ファーストハイハンド、ローハンド、セカンドハイハンドと呼ぶなどのバリエーションがあるが、いずれの場合も5枚の手の方が好意でなければ、ならないというルールは同様である。プレイヤーが手を分け終わると、ディーラーは自分のカードを表向きにして、ハウスウェイと呼ばれる、カジノごとに独自に定められた法則に従って、ハイハンドとローハンドに分ける。ハウスウェイは、カジノによって、 若干の差異があるが、いずれの場合も、負けるよりは引き分けを狙って、リスクをなるべく小さくする方向に手を分けることを趣旨と、する。ディーラーは分け終わった自分の手をプレイヤーに示した後、ディーラーから見て、右側のプレイヤーから順にカードを開き、双方のローハンド同士とハイハンド同士を比較して、結果を判定していく。ローハンドとハイハンドともに相手を上回っている方が、勝ち。 どちらか一つの手が上回り残る一つの手が下回る場合は引き分けとなる。プレイヤーとディーラーが同じ手であった場合はコピーハンドと称してその手はディーラーの方が上回っているものとみなされる。手の工程の判断は通常のポーカーに準じる。ただし最も好意の手は4枚の通常の A であるジョーカーを加えた A の5 of a kind となる。 プレイヤーが勝った場合は、掛け金の1倍が配当として支払われるが、そのうちより5%が手数料として差し引かれる。最適な戦略は時に複雑である。比較的頻繁に出現する悩ましいケースは、2ペアがある場合に、これをローハンドとハイハンドに1ペアとして振り分けるが否かで、あるが、十分に行為の札を含む2ペアの場合は、 ハイハンドとローハンドそれぞれにワンペアとして分けるのが一般的な戦略とされている。バンクプレイとは一人のプレイヤーが定率の手数料をカジノ側に支払うことにより他のすべてのプレイヤーと対抗する道元の立場としてゲームを行うルールである。この場合のカジノはゲームに負けるというリスクを負わずに手数料収入のみを得る。一方、バンクプレイをするプレイヤーは 他のすべてのプレイヤーに対する支払いを担保するだけの資金量を必要とするリスクを負う反面、コピーハンド時の優位性が得られる利点がある。最高6人のプレイヤーが着席できるテーブルにおいて空席がある場合、誰か一人のプレイヤーに限り2つの席を掛け持ってプレイすることを許容するルールを採用しているカジノもある。この2つ目の手をドラゴンハンドといい、 ドラゴンハンドへの賭けを引き受けたプレイヤーは、まず自分の席に配られたカードを2つの手に分けた。終わった後に、ドラゴンハンドを2つの手に分けて、結果の判定を待つ。ドラゴンハンドへの賭けを引き受ける権利は、1ゲームが終了するごとに、右隣のプレイヤーに移動するが、権利が回ってきても行使せずに、次のプレイヤーに譲っても良い。このルールの意図は、テーブルの稼働率を上げる点にあり、 勝率やペイアウト率に影響を及ぼすものではない。カジノによっては本来の賭けとは独立した別の賭けであるサイドベッドを受け付けている場合がある。サイドベッドをかけておくと手に一定以上の役ができた場合に本来の賭けの結果とは関係なく配当を受けることができる。得られる配当の額は役のランクにより異なる。サイドベッドのシステムには プログレッシブジャックポットを取り入れているものや一定額以上を貼っておくと他のプレイヤーの手に高い手ができた場合にも配当を受けられるものなど数種類のバリエーションがある。ありがとうございます。